4の字。死の字とは、漢字文化圏の名詞において、死と音韻が通じることから、意味数である、漢数字の4のことである。漢字文化圏のうち、成長のない日本語と朝鮮語では、漢字の4と死が同音であり、他の地域でも成長だけが違う。このため、漢数字の4を不吉とみなす名信があり、二字が、 同音となる日本などで特に4が忌避される。死の連想を嫌う病院では特に忌避が強く、後日の通り病室の番号に、4の数字を使用することは避けられる傾向がある。日本では、平安時代から4を忌避することがあった。小浮天元5年、982年3月11日の、上に、4人を院で5人にしたという記述がある。これは、 数の四を嫌った例だが、数ではなく音の死を意味だけの方が多かった。このため、和語の数詞を使い、四死を避けて、四を用いることが行われた。例えば、四人を死人ではなく、よったりあるいは四人と呼んだ。大英二年、1522年に、足利義春が祇園会を見物した時の記録である、祇園会語見物語、刺激の献立には、2、3、 よ、五と記されている。また、十箱は四段のものが正式だが、上から順に一の十、二の十、三の十、四の十と呼び、四の十とは呼ばない。同様に、本前料理で五前あるいは七前まであるとき、本前、二の前、三の前、四の前、五の前と呼び、四の前とは呼ばない。その後、江戸時代には、難しいや四の字を切らな様年、 四の字でも小粒四つは気にかけず、1801年という雑敗が読まれ、死のあざに来、1768年という古典落語も作られ、四の奇肥を滑稽に感じる向きもあったことがわかる。日本語の数詞で、四が四になったのも、死の奇肥と考えられる。当時はまだ、四は一般的ではなく、詩が使われていたことがわかる。ただしこれは、 東京の話で、大阪では、江戸時代にすでに、4になっていたという。現在の日本では、病院やマンションの部屋番号等で4のつく部屋は、しばしば飛ばされ、例えば203号室の隣は205号室、313号室の、隣は315号室になっていることが多いが、一方で4階を問題にする例は少なく、3階の、真上に5階を設ける。 構想建築は滅多にない。一方で、ナンバープレートの一連指定番号は、下二桁が42、49のものは、要請がない限り払い出されない。それぞれ、死に、死く、あるいは、引くを連想させるからである。鉄道車両の形式付与でも、4000系などの省は避けられる傾向にある。高松琴平電気鉄道ではかつて、四度線。 長尾線向けの車両は二桁の形式だったが、30系、二代目では、番号が39に達した後は40番台を、意味番として避け、29,28,27と不番し、30系、三代目では二両一組だったため37プラス38の次は29プラス30、27プラス28と不番していた。また、阪急電鉄では番台、 4000番台の旅客者への使用が避けられ、1964年には歌車の番号が4000番台に集約された。他方、4都市の連想は、ビジュアル系、ロックバンドやホラー小説作品などでは、不吉さの演出などのために、積極的に使われる。例えば、バンド・マサコの小説、四国、四国と書けているがある。一方で、 欧米文化の影響で四つ用のクローバーは、縁起がいい。病院の回数や部屋番号には、四のほか、9に通じる九も寄付される、四百八号室の隣が四百十号室、五百三十八号室の、次は五百五十号室など。ただし、九と9が同音になるのは日本語だけなので、日本だけの風習である。逆に、迷信批判をしていた。 井上遠良は、東洋大学の前身である、哲学館の電話番号を不吉ということで余っていた四百四十四にしていた。中国の軍用機の番号は、信用 J-5 のように、4を避けるために5から割り振られる。ただし風水における詩人などのように申請しされることもある。中国語では、9と、9は、全くの別音になるので、中国には9を忌避する風習はない。 むしろ逆に、九は、九と、同音。普通話ではどちらも、なので、中国では、好んで使われる。韓国では病院には一般に4階がない。他の建物で4階がある場合でも、エレベーターのボタンには4の代わりに、階が書かれていることがある。マンションなどの建物では3階のすぐ上が5階となっていることがある。北朝鮮軍の旅団は、第4旅団が欠けている。 ベトナム語では、し、t とルイジオンの、4、t よりむしろ、無語、th、メートルにつながる、三、タムが嫌われてきた。しかし、特に若い世代では漢語に基づく、ニャ、ニ、タム、トゥー、ーという数の数え方では十まで数えられないものも多く、固有語による、モ、ハイ、バー、ボン、ナムが一般的な数の数え方になっているため、 意味数字はあまり知られていない。香港やシンガポールなどの漢字文化と西洋文化の混在する地域では13と合わせて嫌われることもある。そのため12階の次が15階と非番となっている建築物も存在する。心理的ストレスは心臓病を引き起こすことが知られている。中国人、日本人とアメリカ白人とを比較すると前者には 毎月4日に心臓病による死亡率のピークが見られるが、後者にはそのようなピークは見られない。4の字の迷信による心理的ストレスが原因と考えられる。心臓病以外の死亡率は変化がない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。